声優ノート。早見義明38歳。この会社で働き始めて16年。上司より部下の方が多くなり、今では部長をやらせてもらっている。部長になり分かったのは部下の指導の大変さだ。人を育てるのがこんなに難しいなんて思ったこともなかった。どうぞ。部長、失礼します。おお、中林、よく来てくれたな。部長、何かご用でしょうか。社員旅行の件はどうなってる。君に任せてあったと思うんだけど。ああ、そのことでしたら、すでに行き先など大体決まってまして、あとは部長の了承を得るだけになっています。そうかそうか、助かるよ。彼は部下の中林。彼をはじめ部下には20代の子が多い。そんな彼らを私たちおじさん連中はゆとりや悟りとカテゴライズし、突き放す人も多い。しかしコミュニケーションも取らず、ただ怒っていてはただのパワハラになってしまう。なので私はできるだけ部下とコミュニケーションを取り、理解することを心がけていた。いやー、それにしてもみんなと行く社員旅行は楽しみだよ。で、どういう計画になってるのか聞かせてもらっていいか。あー、はい。まず最初に確認しておきたいのですが、この社員旅行、部長は参加されますか？それは参加するだろう、社員旅行なんだから。そうですか。中林君、どうしてそんな地獄のような顔をしているんだ？ああ、気にしないでください。なんだろう、今の確認は。一応聞いただけなのかな。まあ、これはそんな気にしなくていいよね。私が行くって言った時の中林の地獄のような顔は気にはなるけど、一旦忘れて続きを聞こう。中林、どういう計画になってるか聞かせてもらっていいかな。はい、では部長も参加するということで、 B パターンで話を進めますね。B パターンはですね。ちょっと待って。何ですか？え、 B パターンってことは A パターンもあったってことだよね。はい。で、話の流れからすると、私が行かない場合が A パターンで、行く場合が B パターンってことかな。そうです。最悪の状況を想定して B パターンも作成しました。ああ、そうなんだ。今最悪の状況を考えてって B パターンって言ったよね。え、 B パターンって私が行く場合だよね。ん？私が行くのは最悪な状況なの？どういうことなんだろう。では改めて B パターンで話を進めますね。ちょっといい？まず A パターン聞かせてくれないかな。 A パターンですか？でも部長行くんですよね。うん、そうなんだけど、内容は違うんでしょ。まあ若干ですが。気になるから、私が行かない想定、あの A パターンを聞かせて。ああ、はい。 A パターンはですね、ハワイ4泊5日ですね。ホテルもいいところが空いてたんですよ。なるほど、いいじゃないか。で、 B パターンは居酒屋飲み放題コースとなっています。なるほどね。全然違うじゃん。どういうこと？それに居酒屋行くって、それも旅行じゃないし、もう全くわからないんだけど。ということで、今回の社員旅行は部長も来られるということで、居酒屋飲み放題2時間宴会コースを予約しておきますので。ちょっといい？はい。なんで私が行かないとハワイで、行くと居酒屋なのかな。部長も大人ならわかると思うんですけど、嫌な人と一緒のハワイ旅行ってすごく苦痛じゃないですか。でも飲み会2時間ならまだ我慢できるじゃないですか。とまあそういうことです。なるほどね。まあ確かにその場合のハワイはしんどいもんね。私、どうやら嫌な人みたいです。理解しようとしてすごく頑張ってきたのに、結果がこれです。もうパワハラって言われてもいいから、ぶち切れようかな。いいですよね、これ。切れてもいいやつですよね。
おい、さっきから聞いてたらなんだその計画は。いい加減に。でもこの B パターンも反対意見が出てまして。え、そうなの？はい。だよね、そりゃそうだよね。中林、なんかごめんね。何がですか？いいのいいのいいの、こっちの話。ごめんなさい、怒るとこでした。理解しようって決めてたのに話を最後まで聞かずにただ切れるなんてパワハラするところでした。反省。部長、高橋ってわかります？営業の高橋か。そうです、そうです。その高橋がこの B パターンに断固反対しておりまして。本当か。あいつは俺を慕ってたからな。高橋が言うにはハワイ行ったことないから行きたいって。あいつがいても我慢するって言い出して。ああ、そっちね。意見は反対だけど思想は一緒なのね。ということで新たな C パターンを考えました。怖いけどその C パターンとやら教えてくれる？僕らは早朝の便で行きます。僕らはってのは私も入ってるのかな。ああ、部長は午後からの便でゆっくり来てもらうことになりました。うん、やっぱ別なのね。で、僕らはハワイに向かいます。その感じだと場所もやっぱり違うのかな。部長はロシアに行ってもらいます。なんで？なんで行き先が違うのかな。だから嫌な人と一緒にハワイを。もうやめてくれ。うん、そうだったよね。うん、ごめんね。うん、で、なんでロシアなのかな。俺ロシア好きとか行ったことあったかな。いえ。じゃあなんで部長が一人でロシアに行くってなんか面白いでしょ。いい加減にしろ。 C パターンはただの一人旅じゃないか。私は社員旅行をしたいの。みんなと行きたいの。それなのになんで一人でロシアなんだよ。お前らハワイでなんで俺だけロシアなんだよ。そんな俺のこと嫌いなのかよ。こんだけみんなのことを理解しようとしてたのね。部長、部長、そんな泣かないでください。だってお前らが私をのけ者にするから。まだ話は途中なんです。これじゃダメだと思って新たな D パターンを作ってやるんです。え、そうなの？はい。でもどうせ私一人で行くんだろ。みんなで行きます。でも場所が違うんだろ。場所も一緒です。仲間やし。でその D パターンというのは？みんなでファミレスです。頑張れ、負けー。